はい、こんにちは。今日の仕事12月5日スペノーランドさん1番2番やったんで3番板張りやりたいと思います。あなた、いやスペン、また仕事があるって聞いたんだけど、スペンさん、あんたに届けもらった丸太を山ほど、厚板に加工したんだ。全くの分かんない。あ、私こんなさんをほったらかしじゃもったいないってわけだな。スペンさん、その通り、建設現場から大きな注文があったら、私この丸太はあちこちに向かうわけだ。まあ、いや、早いな。トラックにトレーラーを接続してください。わかりました。果たしてトラック、トレーラーか、トレーラーどこにあるんだろう。あった。今日の積み荷はなんだこれ、木材か、加工してあるな。あ、釣れちゃったよ。また釣れたんじゃないか。よし、 OK。 ガッシャ、トレーラーを建設ヤードに届けてくれ。ここどこなの。パインからか。ファインクリックから材木を建設ヤードを持っていく。建設ヤードへ。どこだ。イーストパークのあたりだな。よし、一発でいっか。睡眠ガソリン大丈夫だ。よし、安全運転でいきます。そう、引っかかった。もう初めから引っかかったよな。よし、安全運転で向かいます。砂利道、一応砂利砂利してんだよ、やっぱ前知らなかったんだけど。優先直進。左曲がります。左折。いつね、右。よし、来てない。クルーズコントローラー、なんかいい、動いてんのかなこれ。よし、交流。よし、飛ばせよ。制限速度内で飛ばす。
周するんだね、高速。今日は曇ってるね、なんか雨降りそう。してしまった。よそ見するとダメだな。長いな。まだまだまだ。じゃあこれは右行きね。結構人が歩いてるな。もうちょいで着きます。発足。もう着くね。この左の真っ二つの左の多分違う。本日の仕事はこれ一本で、配信はこれ一本です。運転ドライブ中のこの時間がもったいないと思う。またこれ前からか。よし。私スベン、商品の配達親方に知らせたよ。スベンさん、それはよかった。
どうだ、帰りについてはもう一台トレーラー引き取ってもらえるかな。スーベン、これスーベン、なんか違うよね、スペルが。私実はもう帰ろうと思ってたんだけど、いいよ、どこにあるんだ。スペンさん、橋の近くだよ。木こりが明日の朝早くに引き立ての丸太を頼むのに必要なんだ。私、そうだね、俺も新鮮さなもん。いや、早い、チャット切れんの。トラックにトレーラーを接続、建設ヤード荷下ろしにエリアトレーラーを駐車してください。橋の近くでトレーラーを引き取ってください。ここで一応缶にしようか。缶、はい、配信終わりたいと思います。ありがとうございました。じゃあまたね、次回も見てください。じゃあシャッケ、バイバイ、キンガズクイーン、キン、核兵器が熱いぜ。じゃあセーブしたっけね。